こんにちは、飯ーです。今日はホイートストーンブリッジという公式と、それから電位差系というのを見ていきましょう、えー。ホイートストーンブリッジの公式を知る、ねえー。知っとくと結構パッと解ける問題があるので知っておきましょう。それから電位差系の問題を解くというのをやってみます、えー。まずはホイートストーンブリッジですね。状況としてはこんな状況を思い浮かべます。で、ホイートストーンブリッジって結構ひし形だね。 回路で書いてあることって多いんですけど、私はね、あの、ひし形の回路で書いてあるのがすごく嫌いで、えー、絶対こういうふうに、こう、長方形で書くっていうふうに決めてるんですけど、なんでかって言えば、よくね、あの、解いてるのを見てたりすると、生徒さんたちはね、えー、ひし形だとホイットストーンかなって疑って、そうじゃないのに。えー、長方形だとホイットストーンって出てこないっていう人が結構いるんですよ。 なので、ちょっと視覚的なイメージで、えー、捉えすぎてるっていう人が多く見られるので、あんまり四型で、えー、書きたくないなっていうところがあります。で、えー、何を表してるかっていうと、R5 を流れる電流がゼロの時、ここですね。真ん中の抵抗を流れる電流がゼロっていう条件があった時、えー、例えば、R1 を流れる電流を i、 えー、R2 を流れる電流を i' とかっていう風に置いてあげます。えそうすると、R1i イコール R2i' っていう風に書くことができますね、えー。もうちょっと詳しく言うと、東電位の場所を色塗ってあげれば、ここで電流が流れるから電位が変わります。で、2色目になるんだけど、真ん中は電流流れてないってことだから、 電流流れてなければ同じ色で塗れると。つまり赤から青、赤から青で電位差が等しいですよっていう式を立てています。同じようにしてあげれば、今度はこっちをね、緑で書いてあげて、電流も真ん中には流れてないってことだから、R1 と同じ電流がここに流れます。R4 に関しても R2 と同じ電流が流れますよ。ということで、R3i。 イコール r 4アイラッシュという風うに書くことができます。ということで、1と2を割り算してあげると、こんな風に書くことができますよ。ただね、ちょっと覚えにくいところがあるので、この式だと。なので、書き換えて、えー、これで覚えてる人が多いですね、ホイットストンブリッジ。なんでこれ覚えやすいかって言ったら、ちょうどこの順番が分数の形になってるって感じですかね。 なんで、こうやって線引いてあげれば、R2 分の R1、イコール R4 分の R3 というふうになってくれているわけです。これは覚えやすいですね、えー。こっからこっちも言えるし、こっちからこっちも言えます。これがホイートストンブリッジです。でね、あのー、一つね、えー、私がね、昔、小学校の時に学校の先生から聞いた話で衝撃的だったのが、電線の話です。 まあ、小学校の時聞いた、本当に記憶があるんだけど、小学生の時なんで結構曖昧ですよね。正確に言うと、あの、街中で見る電線ってあるでしょで電線って、実は、えっ、ー、と、高電圧の電線の場合は、えー、周りにこう、なんていうかな、触っても大丈夫なような、こう、膜というかな、えー。そういうのがないんですよ。高電圧の場合はね。だから、えー、高電圧をかかってる電線とかっていうと、 鳥が止まったりしたら、感電死するんじゃないかなって。まあ私は、それ、その当時はね、なんで鳥って感電しないんだろうって、すごい思ってた時代があるんですけど、え実はですね、こう、電線があって、で、こうやって鳥がこうやって止まった、ね、鳥は当たり前だけど、二本の足が普通あるんで、こうやって止まったとしますよね。そうすると、こうやって鳥が止まったとしても、えっ、ー、と、結局、 こう、電線の中って要は導線ですから、えー、抵抗がほとんどありません。だけど、鳥の内部っていうのは、えー、もちろん抵抗がね、あるっていうことから、ほとんど、えー、鳥の中に電流って入っていかないんですよ。ほとんどこうやって通り過ぎちゃうわけ。だけど、これが、もしね、この鳥が運悪く、一本の導線じゃなくてね、電線じゃなくて、えー、複数電線がこうやってあった場合に、こうまたいで、 止まった場合は、感電してしまうらしいです。ね。またいでしまうとね、感電してしまう。まあ、それがたまたま、ホイートストンブリッジみたいにね、たまたま、東電位であれば、またいでも電流は流れませんよってことなの。だけど、まあ、その、そうなることの方が多分少ないですから、日本の導線をまたぐように、鳥が止まってしまうと、電流が流れて死んでしまうということになります。これ結構、小学生ながらに、 衝撃的な事実でしたね。いや、多分、そんなの意識してないと思いますけど、運悪くね、今日はまたいでみようとかってなったら、死んじゃうんだなって、ちょっと悲しくなりますね。さあ、電インです。結構ね、この問題は、えー、やっぱりよく出るような問題になるわけですけども、一体ね、何がしたいんだって思ってる人も結構多いなって感じます。何がしたいんだっていうのは、ここに書いてあるように、 接点 C を移動させて、権流系の指針が触れない位置を探して、未知の起電力 E を求めたいっていう話。つまり電位だけって、例えばこの電池は1 0トの電池だって分かってて、こっちの電池は何ボルトか分かんない電池だっていう、えー、基地と未知の2つの電池を比べてあげて、あ この結果からこの電池は何ボルトだったんだっていうのを見るっていうような実験になっているわけですね。で、基地の起電力 E0 につないだら AC 間の距離が L0。未知の起電力 E につないだら AC が L になりましたよとで。その時針が触れませんでした。未知の起電力 E を求めなさいという問題です。 で、まずこの抵抗線って何かっていうと、この黒い部分が全部抵抗です。で、C がこう移動できるのね。で、移動することによって、抵抗っていうのは長ければ長いほど、えー、抵抗値が大きくなるというのがありますから、えー、それを利用して抵抗値を調整するという感じです。ということで、さっきの図を書き直すとこんな感じで直すことができます。 えここが抵抗線だったんだけども、えー、それをもう抵抗に置き換えちゃいます。で、これは自分で勝手に置いちゃいますね。単位長さあたり r オームの抵抗と置きます。それは長さによって抵抗値が変わってしまうからですね。えー、そうすると、えーまあ、AC が L0 ではないときって書いてあるんだけども、どんぐらいかわかんないから X とかっていうふうに適当に置いてあげれば、 えー、Rx の抵抗になりますよっていうことですね。同じように AC が L0 であれば、ここは、えー、L0 に R をかけた抵抗値になるというふうになります。で、えー、ここで考えたいのが電池の内部抵抗っていうのがあるので、それを外に出して考えたいと思います。こんな感じ。で、AC が L0 であれば、 えー、この、検流計の針が触れなかったというふうに言っているので、つまりは、ここに電流が流れてない。下半分に電流が流れてないっていうことになります。だから、ここと東電位な場所はって言われたら、こんな感じで全部塗ることになるわけですね。で、電池があれば電位は変わるんで、まあ、こんな感じで塗ることができます。で、流れる、 えー、電流が、この場合は、ぐるっと一周で I ね。なんでかっていうと、こっちには電流流れてないから、上半分だけが流れているというふうになります。で、L0 じゃない時ってどうなっちゃうのって言ったら、ここが青なのは変わらず、で、E0 は変わらないから、ここが赤っていうのも先と変わりません。ただ、 L0 ではない場合っていうのは電流が下半分にも流れちゃってるから電位が少し変わります。この内部抵抗によって。ということで、えー、こんな感じで書くことができますね。えー、そうすると、実は E0 っていうのがえここと一緒になってくれないからうまくオームの法則が使えません。だけどこっちはこの電池の起電力 E0 とこの AC 間の抵抗による電位差が等しくなってるから、ここで E0 イコール r l 0かける i というふうにうまくこのね、権流系の指針が0だったっていうのを使うことができます。で、これは未知の電池でも同じことが言えて単位長さあたりが R。 で、AC 感が L の時に電流が0になったよ。ね。ということで、こんな風に同じように立てることができます。で、2つをこうやって割ってあげれば、勝手に置いた R とか電流っていうのは消えてくれて、E イコール L0 分の L の E0 という風に書くことができます。えー、つまり、例えば E0 が 100V でしたよ。 で、L0 が、つまり、権流系の指針が0になるような AC 間の距離っていうのが、50センチでした。で、これは未知だから、どんな起電力の電池かわかんないんだけど、同じように実験したら、例えば40センチになりましたよと。40センチで電流が0になりました。とかって言ったら、ちょうど比例関係になっている式だから、 あ,あこっからここは5分の4倍で80ボルトねっていうのがわかるねって話になります。えこんな風に、えー、これは何ボルトの電池だろうってなった時に、こういうのを使って、えー、調べるという方法があります。はい。ということで、今回はこれでおしまいになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が 重要になってきます。なので、手を動かして、問題を解いて、それを積み重ねていくことで、成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。